バイド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 まあしばらく続くわけじゃない。そうだね、そのこのコーナー一部から評判いいから。ありがとうございます。だからやっていこうと思います。今日はヨウタがここに漢字のブッシュを書くので、ブッシュ、うん、もうもちろんこれはもう小学校中学校ねやってますよね、うん、当てていただきたい。ズッキーニはいや、うん、まあ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 分かるでしょ。例えば分かるよ、分かる、分かる。あんま出すな、簡単のなくなるから出すな。違う違う、例えば一個一個こういうことでしょ。そうです、そうです、そういうことですよ。あ、全然飛んじゃっても見えない。あ、そういうのこういうことです。本ちゃんで欲しいじゃん、人弁、人弁、そう、すごい、そういうことですよ。いよく知ってんだよ。領事はできるよね、もちろん。あー、ちょっと待って、もっとマイフレンド。いやー、ここにこんな近くにマイフレンドがいたとは。あ、りょうじくん、それはおー、やめろ、ハンパチカンニングしてるぞ。じゃあ、最初は簡単なやつがいいかな。あー、これはできないとやばいよね、はい、すごい汚い字です。汚いね、こう持って書くからしょうがない。あ、ありがとう。じゃあ、いきますよ。はい、最初の出題、こちらです。はい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 、お書きください。ボクシーの名前を書いてください。はい、これできましたよ。これは伏せといてください。これはできたと思いますよ。さあ、それでは一斉に、はいはい、どうぞ。せーの、うかむり。あ、うん。おっと、うかむり。正解はうかむりです。おいしょー。いやー、あれあれ、りょうじ、あれそれさ、俺に自信を持たせるタイプ。まさかよ、りょうじ、そこまでしてお前自分削んなったよ、お前。ゼッキーのさ、領域なんだよ。住む世界が近かったみたい。ああ、いいですね。この辺も行ってみましょうか、じゃあ。りょうじ、大丈夫？うん。お前、俺より頭いいはずだよな。それでいいですか、じゃあ。なるほどね。そうですね。はい、はい、じゃあ行きますよ。はい。次の問題、こちら。木です。元気の木。は？元気はすごいめんじゃお書きください。しかも漢字違うし、こいつ一本多い。焦りがね、焦りが出ちゃってね。え、これにブッシュあるんですか。特徴的な部分が多分、教えてもらったんだよ、小学校の頃。ここか、ここか。なになになに、名前はへへんへへんへへん俺は、はい、ここめへんめへんでしょ、めへん。はい、正解はここです。あ、りょうじ言ってたとこじゃね、これ全部ここです。ゼッキーが選んだとこ以外です。正解は気構えでございます。気構え。じゃあちょっとレベル下げますよ。はい、お願いしますよ。ちょっとでも紛らわしいのがあるからね。うん、はい、次はこちらです。はい、いいですか、こちらです。ダン、岩うっていう感じ。うわ、来た、降りてきた、降りてきた、これ、降りてきた。これは、いけるはず。紛らわしいのがあるから気をつけてね。自信ある、自信ある、自信ある。今回はいけるだろ。これいけると思う。ゼッキー行きましょう。はい、ほらね、はい、ゼッキーどうぞ。示せ。正解です。おらー、教授どうぞ。出して小里編。小里編、小里編、小里編。じゃあ、書いてみよう、ゼッキー。小里編、これを変にする。小里ってたらこれかよ。これですよ、小里って。そういうことでしょ。こちら小里編。こちら小里編です。これ、これ子と里を混ぜた、これ小里編です。はぁはぁ、俺何年君と付き合ってんのかな。俺もう8年になるね。隣にずっといるのに知らないの。え、これ。そうだよ、正解です。あれ、これ乃木編じゃない。乃木編ってなんだっけ。あ、乃木編ちょっと書いてみてください。乃木編って知らない。乃木編、乃木編。ゼッキーはでもこれが乃木編だった。乃木編だと、俺これ乃木編だと思ってたわ。木編って知ってる。木でしょ。うん、それノートする。ノー待って、ノート出せばいいんだ。あ、これか。あ、これ乃木編だ。料理できませんでした、今見てたから。そうだよ、今、あ、すぐカンニングするからね、気をつけて。これはでも簡単よ、次は。あ、これは簡単。はいよ、ゼッキー好きな感じ。
あ、本当に、うん、これです。はい、バシいいよ、俺来週抜くから、ちょ待ってろ。じゃあ、ゼッキーからいきます。どうぞ。てへん、正解です。よっしゃー、てへん。おお、当たってる時のその出すスピード感俺も知ってたぜみたいな。当たった、当たったらやっぱ嬉しい。あー難しいねこれはどっち、これこれ、こっちこっちこれでしょ、これ。あー、何の発作それ、恥ずかしいアレルギーよ。いしょ、はい、こちらです。来てますこの感じ、読めますか。はやぶさ、読めなかったね。じゅんじゅんじゅん、はやとのはやね。そうそう、はやとのはや、はやぶさっていうのがあるで、それに武士がある。はい、あー人面もいるね、隠れてる人面も隠れてる。さあ、もう書いてみましょうか。よしこれだこれしかない。領事の回答どうぞ。ととととととなるほど、とですね。俺たちがね、ぜひぜひどうぞ。進む感無理進むしょ、進む感出てるじゃん。ああ、進む感、まあ、正解は、はい、フルトリでございます。フルトリ知らんの、聞いたことないね、聞いたことない。うーん、まだじゃあゼッキー好きな感じ。あ、ほんとに。うん、じゃあこちらですね。はいはい、はい、ババン、はい、こちらです。せせ、ほんと何、どっち。いいヒントくれたよ。寝かせばいい、寝かせばいい、寝かせばいい。ゼッキーの答えお願いします。引き裂く編ですガッと寝かせる人だ。引き、こっちをこう、こうジャッとこうピッいった感じ。あ、引っかいてる感じ。引っかいてる感じ。引き裂く編、引き裂く。領事はちなみに生かす編。生かしたね、生かす編。これで全部。ん、あ、違う、この、こっち。そう、あ、違う、こっち。だから、そっち作り生かす編、生かす編、生かす編。正解は、はい、立身弁です。あー、聞いたことあるあるよねマジか。立身は、どういうことか。立身は何が、心が立ってるもんね。じゃあ続きまして、はい、もう皆さんも考えてくださいよ。絶対分かってる、もう分かってるよみたいな人で。でもいるって絶対。もう8割答え言ってる問題でいい。はい、いきますよ。はい、こちら。はいはい、はい、なになに、どれ。8割答え言ってねえよどこの8割だよ。それでは領事からいきましょう。国づくり、国づくり。おー、なんかいい感じだね。いい感じに来てるね。ポジティブだね。ゼッキー、はい、どうぞ。はい、囲み取材かなんか囲みこう考えたの。俺の四角か囲みか囲うか方位か方位、うん、方位、囲みっぽいかな。領事、元の字書いてあるよね。領事、惜しいんだよ。うん、美味しいんだよ、美味しいんだよ。正解は、はい、国構えです。構え作った後多分見てる人大体全員分かってるはず。正直にコメントしてくださいよ。絶対分かってるって、うん、次の問題いきますよ。はい、各層です、今回は。えいきます。はい、こちら、こちらです。はぁ、はい、あー、これはこうだわ。降りてきた、降りたと思う。ほんと、うん、領事からいきましょう。ヤギ入り、ヤギ入り、かっこいいねどっからヤギ入り。これ、あ、いや、いや、誰がいた。ギリはギリはギリはフィーリングできたのかな。ゼッキー正解です。ゼッキー発表してください。あ、やったー、2水正解です。最後、はい、あの、俺今まで出してるのは自分では分かってるやつだからね。だから自分で分かってる最難関三水とかがあるんだけど、
言っちゃったら多分出てくるからさ、俺黙ってたじゃん。二水の時俺黙ってたじゃん。さんずくんだろうなと思ってさ、さんずにしてくんねえかなと思って黙ってたじゃん。今二水だったじゃんね。二か三の話じゃんね。そうやって言ったら、あんたのもこれ三水と二水。そうなんですか。そういうことか。そう知ってた。それはなかなか本当にだから。これいいんじゃないかな。こういうことか。二個だった。最後の問題です。はい。うじゃ。はい。はい、はい、いきますよ。せーの、はい。三、三、テレ王子の顔よ。三、三。だからいちいちこの漢字書かなくていいんだって。いやだから分解しなきゃいけないから。分解すんだ。だから無も歯もいるでしょ。ここに無もいるし歯もいるでしょ。うん、ここに冬の上いるでしょ。さあ領事がどう出てくるか。まさか。まさか答える側に回るとは今日思ってもいなかったあの人。顔色悪くなってもらったの。領事から行きましょう。鳥の巣。鳥の巣。鳥の巣。巣はどの辺？この近く。あ、この近く。でも近いよ俺。お近い。鳥の巣。俺鳥編。ぜひ正解です。どうぞということで、今回はなぜかゼッキーのポジションをあの領事が取るという。取られちゃったね。お前今までにないぐらい複雑な顔してると大丈夫か。散々バカにしてきたよな俺。言うぞ今日は。後でドリル買いに行ってくるから。お前勉強するな、努力するな、お前もったいないから。ということで、今回の大喜利、大喜利は領事の勝ちと。なんで俺ちょっと知ってんだよ。いや、新しい発見でよかったね。チャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。